この先の打席も全部ライチをぶつけるか。悪い、あれだけ荒れてると絞りきれなかったわ。みゆきくんがチャンスにことごとくボンタ。初球の見逃しもらしくない。みゆきのやつどこか痛めてるかもしれねえぞ。やっぱ相性、トドロキも急にストライク入るようになったし。読み切れねえって。まずは先頭打者からだな。はい。高めのボール打ち上げないよう気をつけろ。お前たち二人で点を取ってこい。流れは間違いなく薬師に傾く。もしかして昨日のクロスプレーでどっか痛めとるんじゃ。転がせば絶対ホームに帰ってやる。大きく外れボール。慌てんな来週。ファール。ワンアウトフルベース。カウントワンワン。ごちゃごちゃ考えるなよ、ライチ。ミット目がけて投げるだけだ。呼び捨てにすんな。高めはより浮き上がるように伸びてくる。ボール。さあ、な、さあ。何が副キャプテンや。なんでなんで。タイミング合ってるよ、佐野先輩。ここで打たずにどこで打つ。スリーボール。なんだこれ。近い。マウンドってこんな場所だったっけ。クラモチホームイン。瀬戸高校同点。入らねえな。また荒れ始めましたね。あれは系統難しくなりますね。気づいちまった。気づかされちまった。どういうところか。大丈夫だ。攻めろ。戦い方が違うんだ。ピッチャー交代。前日もロングリリーフだったし、またお前に頼ることになりそうだわ。サードの三島くんがファーストの真田くんがピッチャー。ここでエースを投入してきましたね。それぞれが本来のポジションに。ライチ行くぞ。ハハハハハ。投げてんだバーカ。死ね。走らせんだ。さて、真田の変わりっぱなを叩くのはお前しかいない。頼むぞ比嘉さん。この先の試合展開も大きく変わってくる。頼むぜ真田。すげえすげえ。初球狙ってんだろ。初球集中。初球集中。よっ大地。お野球って吹け。これが真田のツーシーム。なんとか同点に追いつけたけど。ミユキ、いけるんやな。何が。何がって、お前。もしかしてお前気づいとったんか。やめとけ、ゾノ。どうなんだ、ミユキ。自分はいつも通りプレーしてるつもりですけど、はい、黙ってて。もしプレーを見てチームの足を引っ張っていると思ったらいつでも変えてください。自分は監督の指示に従います。どうした、ベンチ前で。昨日のクロスプレー、ほとんど体当たりだったし。それが分かってるから黙ってたのかも。のバカ野郎が。キャプテンだろうが4番だろうが無理だと判断した時点で即変える。厳しい。それでもスタンドにいる者、ベンチにいる者、全員を代表して試合に出ているお前たちだ。目の前のプレーに全力を尽くせ。うわ、やってやるって。準備しておいてくれよ。変なプレーしたらマジでこの人変えてくるから。調子良さそうだもんね。やらかすんじゃねえぞ。さあ行こう。てめえらの力で勝利はぶん立てまえ。さあこのバッターも実力者だが、こういうところは本当しびれるな。次はインコースにクロスファイヤー。2球で追い込んだ。今日初だし、ここしかねえだろ。やろう。いけるぞ、ユータ。狙ってけ。チームに迷惑をかける。自分のことでチームの士気を下げたくなかった。しろー。ナイスピーナッツアブレー。しかし怖いのはここから。あの沢村が変化球、しかもチェンジアップだ。カカカカ、進化してるこいつ。違うぞ、あの時とは違う。
チェンジアップは見せておきたいけど、夏休みの練習試合じゃ投げられなかった。インコースへのまっすぐ、サムラー、行け、サムラー、打ち殺せ、ここ押し切られた。また難しい球を。渾身の一球が。よほど自信があったんだな。でも夏隊じゃスタンドまで運ばれたんだ。上出来だろ。基本ストレートに強いバッターだと思うが、アウトコースへムービング。構わず行った。いきなりかよ。盗塁成功。タイム。ランナー動いてくるかもしれねえけど、とりあえずワンストライク取れた。そっちこそキャプテンだからってあんま一人で背負い込まないでくださいよ。沢村、周り見ろ、打たしていけ。ったく、相変わらず裏切らねえな、あのバカ。ピッチングに集中できてるならそれでいい。投げ込んで見せてくれよ。やろう。させねえよ、思い通りに。逃すかよ。グリップを。絶対に。センター、ライチ、白衣、落ちろ。思わず声出ちまった。つーか、普通出るってこんなの。またしてもポテン地獄か。これも試練。どちらも今日の沢村のベストボール。ここで止めるぞ。ライチと真田が手こずる投手だ。どうする、迷いを見せんな。監督はここも自分に預けてくれた。しかもライチと真田で作ったチャンス。何ができる、俺に何が。セーフティースクイズ。パール。ああ、失敗。あのバカタレ、雨の日も休みの日もなら。